エンタメストのよりきです。今回紹介する作品はですね、大人気シリーズランボーのね、第1作目ですね。これのですね、非常にうまくできてるところ、作られてるところ、それをですね、具体的に分析して解説していきたいと思います。でですね、これ最初にですね、知っておいた方がいいのはですね、もうランボーの時代背景なんですね。これはですね、1981年のアメリカが舞台なんですね。で、この当時のアメリカっていうのは、このベトナム戦争の影響がですね、まだ残っていて、で、ベトナムからですね、帰ってきた兵隊、つまり帰還兵たちが、こう、非常に嫌な目にあった。そういうアメリカの時代。これが背景になっている。まあ、それをですね、分かった上で、この作品を見ていただければと思います。まずですね、ランボーがですね、まあ、今回の舞台となる、ある街にですね、こう、ふらっとこう、やってくるんですね。こう寒いね、冬の日ですね、にランボーが一人こう、なんかこう、とぼとぼとね、この街にやってくるんですよ。で、道路を歩いていました。そうすると、彼の後ろ、車がガーっていくんですね。はい、エンタメポイント。この場合、エンタメポイント何かしたらですね、この後ろの車がガーっていくじゃないですか。アメリカとかって日本と違って、こう、道路が広いっていうイメージですよね。だからもうすごいもう悠々と車が走ってるっていう感じがするんですけども、これなんか全然違いますね。もう、ランボーのすぐ近くをガーっと車が通ってるんです。だから非常にこうなんか居づらい感じがしますね。だから、こう、排他的な感じ、このランボーを受け入れない感じが、この車が、すぐ隣をガーって走っていくっていう、それで表してるわけなんですね。だからなんかこう乱暴、主人公が居づらいなっていう感じがこの画面からこうなんか伝わってくるわけなんですね。で、それはその後もそうなんですよ。で、今回の舞台というのはこの街にいよいよこれ入ります、彼が。そのやっぱね、この横をダーってこのね、わざわざこのでっかいタンクローリーがガーってこう過ぎていくんですよ。やっぱなんかね、この彼をこうなんか入れないような、そういうこうね、跳ねつけるようなね、そういう感じがやっぱするわけなんですね。で、一方ですね、今回彼の敵となるですね、警察の方ですね、その長となる保安官がいるんですけども、彼がその警察署から出てくる場面なんですね。これです。はい、彼がこう、警察署の建物から出てきます。で、こうね、帽子をかぶって。で、こうしばらくですね、彼はこう立ってるんですね。で、ここにこう、清浄機がありますね。で、立ってるって言いましたけど、これね、本当にずーっとしばらくずーっといるんですよ、ここに。普通だったら、まあちょっといて、そこからすぐも移動しますよね。でもこの場合ずーっとしばらくね、いるんですね。これがどういうことかというとですね、エンタメポイント。これね、こう、今言った清浄機がありますね。で、これずーっといますね。ということで、彼はこのアメリカを象徴する立場ってことなんですね。だから彼そのものがアメリカだという感じなんですよ。つまり先ほど言いましたように、ベトナムの帰還兵に対して今アメリカは非常に厳しいですよね。冷たいですね。それがもうこの保安官に象徴されるっていう感じがするんですね。で、その後彼はここから降りてきます。で、一番上の偉い人が、いよいよこの地上に降りてくるっていうね。そっからこう、ベトナム帰還兵とか、怪しいやついねえか、みたいな感じで、こっから動き出すということになるわけなんですね。で、こうやってパトカーに乗るんですが、はい、エンタメポイント。これパトカーの車全体というよりも、このね、ほら、パトランプですね。これがものすごいアップになってますね。パトカーの象徴といったら、やっぱりこの車の上のパトランプじゃないですか。これこうなることによって、あ、警察だってすぐわかりますよね。だからこの警察の象徴なわけですね、このパトランプというのは。それがもう大アップで、彼が乗るとこで一緒に映ってる。つまりこの、さっき言いましたけど、アメリカの象徴であると同時に、この警察全体の象徴でもあるっていうわけなんですね。だからアメリカの代表、警察の代表として悪い奴を取り締まるぞというね、そういう感じがすごくこれで強調されてるわけなんですね。で、今の絵から車がぐわっとこう引くんですよ。そうするとこういう感じなんですね。はい。で、こっからこうパトカーに乗って、いよいよパトロールに行くぞっていう感じになるんですが、そこでこの街の住人が取り掛かるんですね。で、よーみたいな感じで、非常に気軽に挨拶してるんですね。で、保安官の方も非常にこう、朗らかに挨拶するんですね。つまりここはですね、もともといるアメリカ国民に対しては、警察自体は非常に明るい。ちゃんと対応するってことですね。でも、帰還兵に対しては冷たいっていうことなんですね。だから、帰還兵に対する冷たさの対比として、もともといる国民に対しては優しいっていうことをここでちゃんとこう見せてるわけなんですね。で、一方のランボーですが、はい、いよいよですね、保安官とこう近づいていくんですけども、はい、こうまたこう歩いているとですね、ここでもまたわざわざでかいバスがドーンってこう通ってですね、彼を受け付けない感じをこう非常にこう表してるわけなんですね。で、ここでパトカーに乗った保安官とランボーと出会うんですね。この保安官はランボーを見て、このね、顔つきとかこの服装とかを見て、ああ、怪しいなと。ベトナム帰還兵みたいな感じだなというふうな感じでもって、ああ、こいつはもうこの街に入れちゃいけないって思うわけなんですよ。でもって車に乗っけて、彼をそのままですね、街の外まで
もう送ってやるわと。で、お前もここにもういなくていいわ。もう送るわ。もう出てけみたいな感じで送るわけですね。で、車の中で会話をします。保安官。一方のランボー。まあ、こういう感じ。はい。エンタメっぽい。これ普通ですね。ずっとこっち側にこう走ってるわけなんですね。最初ランボーがですね、ランボーはずっとこっち向きに歩いてるんですよ。これ後もずっとそうなんですね。で、保安官側はこっち側なんですよ。で、こっち側に向かって保安官はランボーを送るんですね。で、当然保安官はこういう向きに移るわけなんですよ。でも、こう保安官とは違う考え、受け入れないっていう感じのランボーは逆向きのカットなんですね。はい。これによってもここでですね、もうすでにこのお互いは相入れないという感じがちょっとわかるわけなんですね。そしてですね、今も言ったみたく、最初からずっとランボーが歩いていく方向は常にこっち側なんですよ。こっちからこっち側に歩いていくんですね。で、警察官はそのまま街を通り過ぎるようにも保安官をこっち側に送るわけなんですね。だからずっとこっち側に行って、橋があるところでこっちに向かっていくことで、あ、いよいよこう街を出たなっていうのが、この方向を一定にすることによってわかるわけなんですね。で、プラスこの川を渡ることによっていよいよ町を出たということがわかるわけなんです。だからここは方向、常に方向を一定にするということ、そしてもう一つはこの川を挟むということ、これによってランボーは町の外に出されたんだなっていうのが、もうこのワンカットだけでわかるようになってるわけなんですね。これで今回、紹介する一番最後の場面なんですけども、こうやってランボーは向こうの方に、橋の向こうの方に今送られて、これ橋の向こうなんですね。で、保安官はもう戻ってくんなよという感じで、保安官はこっち側に戻るわけなんですね。ところがランボーはこっち側にまた戻っていくんですよ、無言で。はい、これもエンタメっぽい。これ先ほど申しましたように、ずっとこっち側に向かって行ってるから、ランボーがこっち側にもう歩くことで町の方に戻っていくっていうのが、もう無言でわかるわけなんですね、これは。で、同じく保安官、これはドアミラーを見てますね。ドアミラー見て向こうからランボーが帰ってくるっていうのがわかるわけなんですね。で、なんじゃあいつはっていうことで、また戻るわけです。保安官も戻ります。で、ランボーが戻ってきました。で、保安官も戻ってきました。ここでランボーを止めるんですね。お前ちょっと待てということで、お前戻ってくんなって言っただろっていう話になるんですが、ここでエンタメっぽい。はい、ここで保安官はランボーを止めてるわけなんですが、その前のこの車の止め方なんですね。これ普通に単にランボーのこっち側、手前側に来ただけなんだけど、でもこのカメラの角度ですね、このカメラの角度をこっち側から撮ってるから、車をこう動かしただけで、まるで車自体で止めてるような感じがするわけなんです。実はそうじゃない、本当は普通に単にもうランボーのこっち側に車を止めただけなんだけど、このカメラの角度によってまるでこう車全体がガッてランボーの行く手を止めたみたいな感じに見えるわけなんですね。この映画では、この冒頭のシーンでは、いろんなものを使っていろんなものを象徴させて、そのランボーというこの作品の世界観とか、ランボーの置かれた状況とか、保安官とか、アメリカの状況とか、そういうものをよく描いてるってわけなんでございますね。ということで、今回はこれで終わりでございます。ありがとうございました。